これ5だよね。はい。いつも近くのゲームに感じて商品紹介します。ドラゴンクエスト8。懐かしい。空鳥を見てる。ちょっと今謎を開きましょう。ああ。でねー。インディージョーンズが入ってた。いやコアラのマッチうまいな。うまいですね。こうやって。うん、ね、なんだ、いつ見ても顔ひでえやこれ。下から撮って大丈夫。90円撮ってる、撮ってます。はいはい、ここがアドリブ店長です。アドリブ店長90円ですかね、これ。はい、でこっち側見るともう一回見る。もう一冊ある。2回いるんですよ。1冊30円、1冊30円安い。3巻セット。3全巻です。3アドリブ店長です。終わります。爪切りの蓋、ガラス石、落ちません。ワイルドだろう、ワイルドだろう。同じことやんね。雑だね。雑です。早く見たいっていう気持ちが高ぶってきます。お前雑。お前雑。よし、起きた。こんな感じだ。おお。おおっちょ。あったったったどこへ遊ぼうかな。うぅ、はい、おお。意外と意外とだよ。発明みたいな。綺麗ですね。中古なんだけど綺麗ですね。意外とじゃん、暗くて見えん。あ、意外といいんじゃないですか。届きました。じゃあね。これがはい、こちらペットボトルですね。あ、終わりました、ね、この通りね。残骸になりました。一滴しか入ってません。さよなら。さよならよ。はい、次は上にぶん投げるそうです。はい、実験ですね。じゃあ上移したいとこがいいんじゃないか。はい、じゃあ誰も次に入る、ね、いくよ。ああ、ごめんなさい、ちょっとミスった。おお、割れた割れた割れた。ちょっとだけ出た、ちょっとだけ出た、ちょっとだけ出た、ちょっとだけ出ました。あ、出たの。あれ割れたわけじゃない。いや、まだ10分。え、終わったのかな、これ。割れてますね。あ、カラポッピーですね。はい、ポポ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 。今日は遊戯王対戦動画パート3をやります。3じゃないよね。パート1じゃないですか。それでは始まります。金庫ファイヤー。これは危ないんでね、めちゃくちゃ危ないんでね。よし、行こう。行きましょう。この辺に行こう。デッキはゴールドパックからやりました。そうなんですか。最初はグー、じゃんけんホー。映ってる。じゃんけん、じゃんけん、ごめん。最初はグー、じゃんけんホー。勝ちました。はい、勝った。先行ドロー。俺はカードセット、アンド、エンド。ドロー。何、お前こういうのだったのか。終焉の炎。やめなさい。炎。はい。いや、行っちゃった、行っちゃった。こいつこいつ。口元ドロー。しました。いいだろう。いいよ。ドロー。やっぱダメだな。お、ダメ。カットミングだぜ、俺。来た。あちゃちゃあちゃ。やっぱり。何？効果発動できないのでアタック。うわあ、これ使っちゃう。終焉の炎。ピシピシ。炎で燃えた。炎で燃えた。炎で燃えた。コンボンバー。うわあ。負けた負けた。ターンエンド。クソ。なんて恐ろしい。千枚ドック。何召喚時。落とし穴だ。うわあ。墓地がどんどん一向に増えていきます。俺のターン。マッシュ。マッシュ。ああ、マッシュも死んじゃった。
漢字が読めない召喚アタックおキャットメングだぜリリーのスーパー注射攻撃あーセックスした 今セックス中ですここで異次元の女セックス女戦士だろうがよ、ありがとうございました。駄菓子を食べてたらなぜか2本入ってました。ちょっと待って、俺開けるよ。ちょっといい、俺開けるよ、うん、普通これ開けますよ。一つ1個ですね、1つこっち2つ入ってますね。2つ入ってた。すげえ2つ入ってる。こっち1個だよ、ほら、こっち1個ですね、こっち。え、待って、ちょっと、まずこれ 1個ピラピラ、うん、ほら、やべ、すげえすげえ、俺もさっきね、ソワーペーパー開けたけこうなってたのよ。へぇ、いや、おぉしびれるな。はい、ちょっと今回なんかバグりました。太鼓の達人デラックスがバグりました。バグりました。いや、普通普通曲を入れ替えるとき、カットなるはずですが、おかしいです、これちょっと見て、なんかコール食べますね。太鼓の太鼓の太鼓おが、行かれました。これガチで行かれました。ガッチャですね。かけながら、はい、終わります。行かれました。チートなんて使って、木暮です。どうも。はい、どうぞ。はい、どうも、木暮です。はい、そのリリオはなんか言ってる。はい、どうぞ。これ3等か2等か1等か特賞入ってるんですよね。はい、はい、そうです。これ激アツの方に出ちゃった。激アツ5分の1で1等お宝金カプセルがこちらにあります。あ、大丈夫落ちそうですね、はい、知らんかった。あ、こっちにもありますね。落ちそうですね。はい、何等入ってますかね。2等ちょうだい、2等、はい、特賞ちょうだい、特賞ちょうだい、特賞ちょうだい。で、このカプセルの中に iPad ちょうだい。紙が入ってます。あ、これ見えますよね。雑ですよね。雑ですね。あ、これは店長が反抗してて、その店長がやってるんで、店長は不器用です。不器用なんて雑なんです。こうやって手動かすと見えなくなっちゃう。やめろお前。ドゥルル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 ル